今回は、スティガのエメラルド VPS5 を、試打してみました。第一印象としては、5枚合板の中ではかなり硬いですね。やっぱ、ボールを掴むというよりか弾く方が強いかなと思います。同じ系統の、エヴァンホルツとかに比べてもちょっと弾きが強いかなと思いますね。特に何でしょう、古戦の作り方といいますか、まあ、5枚5番ってもっと上行くんですけども、ちょっと直線的ですけど、そんなネットをミスするような直線ではなく、特殊素材ような直線ではなく、特殊素材と5枚の中間ぐらいのいい古戦を描いてくれました。引き合いしてどうでした？そうですね、やっぱりこう一定の高さで高くもなく低くもなく古戦で飛んでくるので、やっぱり安定感はあるなという、思いましたし、回転量も木材らしさといいますか、そういったところが生きてるなと思います、引き合いでちょっとまあ、下からこう持ち上げるしのいだりするようなボールって5枚5番やりやすいんですけど、エメラルドの場合は上からかぶせていくようなボールでも落ちずに前に前へ飛んでって、で一番やっぱ特徴的だと思ったのが、下回転打ちがこう下から持ち上げなくてもいいってことですね。ちょっと掴んで前、すぐ前へボーンって飛んでくれるんで、後ろから前へ振って簡単に下回転打ちができたのがすごい良かったですね。しかもスピードも結構あって、ストレートとか狙ったら簡単にノータッチが抜けそうなボールが出ました。ちょっと小中級者向けではないかなと、中級者でもちょっと上級者に近いような、ちょっと弾みを求めて直線的に飛ばしても安定できる人向けかなと思いますね。ちょっと扱い難しいです。その代わり入った時の威力ってすごいですし、これ使いこなすとすごく、勝てるラケットだと思います。用具担当としてこのラバー、こんなラバーが合うんじゃないかなと。硬いですからね。いや、もちろん上級者が使うんだったら硬いラバー両面に貼りたいですけど、中級者がちょっとやっぱ使ってみたいなと思うんだったら若干柔らかめが合うかなと。で、柔らかいとちょっとソフトのタッチでも食い込むので、中の木が硬くて弾いてくれるんで、すごくバランスがいいんじゃないかなと思います。で、スポンジ柔らかくしても割とボールが重くなって飛んでってくれるんで、まあ、そういう面では、柔らかくすれば中級者でもいいかなと。硬くてこれを使うんだったらやっぱ上級者じゃないと難しいなと思います。